桜ほろほろ散る夜はふるさと恋し人恋し。スカチューブです。なんか山に山彦のように声が響きましたね。はい、うん、今日はですね、はい、はい、このギター、あ、違った、ストックの長さをいろいろ変えて滑れるかどうかっていうのを検証したいと思います。はい、初めどうしよう。130だな。 130? あるかな、あるんかな、ちょっと待って、もうスーパーストックに多分あると思うんだけど、うん、でん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 、あるわ、おっとっと、このおろしたてのスイックスではい、130、やば、ノルディックでしょ。ちょっとこっち平らなとこまでお願いします。はい、130でノルディックレーサーの時とかって結構長かったよね。レーサーの時俺125使ってたね、うん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 、そのイメージで、うん、ひょっとしたら調子いいかもしれないです。これでちょっと滑ってってみたり、最後一番短くなるの105で、さらに短い100ぐらいまであるんで、はい、ちょっと10センチぐらい刻みで、うん、いろいろ検証していきましょう。はい、行ってみましょう。それでは行こう。おはようございます。おはようございます。今日何やる？今日はストックだよ。ストックって何？ステッキ。スティック。うん、スティック。うん。スティックの長さ検証です。うん、お、面白そう。そう。なんかさ、うん、お客様でもさ、うん、長さ変えることですごく滑りが変わったりするじゃん。うん、だからカチューブも実は今基本110って言ってたよね。110、うんうん、これが実際合ってんのかどうか分かりませんので、うん、実際に滑って比べてみようと思いました。はい、いやー、どうだろうね。ねえ、まあ身長が 何メーターでしたっけ今ね。うん、185。 185? うん、希望希望の実測169、うん、169センチ、うん、まあ、約170の110センチ使ってるんですけども、うん、まあ、平均的なんですけど、うん、実際はもしかしたら90ぐらいか合うかもしれません。女子の選手とかさ、90ぐらいの人いるよね。いるよ、小さい選手たちは。小さい選手たちね、150センチぐらいの人たち。やばいよね。はい、だ手こう伸ばしてつけるぐらいの、ね、下に、うん、つまりさ、うん、短かったら短いだけ、うん、ポジションを下げれないといけないってことでじゃん、うん、これ、あの、短くしたのに、うん、高いポジションで滑ってしまうと、うん、結構ね、あの、フリースタイル系になるんじゃないかな。で、長いとノルディックになるんじゃないかと思うんですけど。昔さ、コブでさ、うん、105センチぐらい使ってたのね、俺。100センチとか。あ、変えてたのね、うん、長さを。で、大間、ロングはコブだけだから115とか。コブだけだからね、うん、っていう感じだったけど、うん、今はもう。それなの、技術戦の時？そう。へー。今はもう全部フラット。うん、それも、あの、伸縮が昔嫌いだったんでね、うんうん、あの、ズボンってなるのが嫌で、うん、今ほど良くなかったんかな。で、うん、で、3本3本ストック持って、なんか記憶にあるわ、うん、そのスキーがさ、コブ用で3台使っていい時代あったじゃん。そう、スキー3本、ストック3本持ってます合宿とかね、うん、なんかね、うん、やったやった、はい、ちょっとスタイリッシュじゃないオッケー。じゃあ、長さどれぐらい？うん、130、120、110、100、90はちょっと持ち合わせてないので、そこまでやろうかなと思ってます。お、やろう。じゃあ、はい、よろしくお願いします。よろしく。ちなみにバーン状況は昨日雨降ったので、今日カチコチだね。カリカリ、うん、最高です。最高だね、天気いいしね。はい、
130です。はい、それでは130で滑ってみたいと思います。はい、お願いします。130です。長っ。これは滑りづらいの一言ですか。ほんとすごかったでしょ。なんかなんて言うんだろう、跳ねちゃう。今ひねったけどカービングだったらどうなんだろう、斜めにつくじゃん。カービング関係ないんじゃない。もう一回やってみる。今度カービングもお願い。はい、そういう独特なスタイルになっちゃうの。いけてるぜ。いけてる。じゃあ次120いってみましょう。OK。 はい、セット完了ですか。セット完了しました。キュ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 ッとね。次は何センチでしょう。120。ヒカキン風。120で、ちょっと立ちの姿も見てみようかな、うん、いいよ。なんかデモっぽく構えてもらっていいかな。お、なんか雰囲気は出てきました。そうけどね、足を普段よりもちょっと長くしてる。あー、185センチくらいに伸ばしてる。伸ばしてる。じゃあお願いします。はい、ではお、今の120センチどうでしたか。意外と、うん、普通に滑れるんだけど、はい、なんだろう、リカバリーしにくい感じ。あ、なんかストックつくのに、うん、なんかマジックポイント使うみたいなさ。マジックポイント初めて聞いた言葉。マジックポイント、あのね、うん、なんだろう、パワー使うみたいな。そうなんだ。時間使うとか、うん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 、じゃあ好みじゃないんですね。いや、リカバリー難しいね。なるほど。はい、次は110でいつもの長さです。普段通り。はい、行ってみましょう。はい、頑張ろう。110。はい、どうですか。滑りやすい。滑りやすい、うん、いつも通りな感じですもんね。そうで、あの長いのからさ、うん、ちょっとずつ短くしてきてるでしょ、はいはい、ちょっと体が長い慣れして、うん、ちょっと軽くなりやすいかも。あ、そっか、うん、曲がり、足の曲げ方が足りなくなりがちね。そう、あの乗る位置がさ、ストック長くなると、うん、こう結構ストックこうなっちゃうから、うん、そうなん、高くないといけないでしょ。はいはいはい。それがいつものポジションでって思ってさ、滑った時に、うん、ちょっとそのさっき感が残って、うん、あれあれあれって。なるほどね。じゃあ次100センチ行くんで、さらにやばいね、これ乗れるように。これだね。はい、お願いします。はい、じゃあ次は先ほどのストックが110までしかないんだっけ。違うの、105までだね。あれ105、うん、までしかないので違うストックで検証していくんですけど、うんうん、これ普段私が使ってるストックで105に合わせてたんですね。100までいける。ところが105じゃなかったって。左右全然違ったしね。いや、一緒で、ね、ほら、あ、ちょっと違う。ちょっと1センチぐらい違った、うん、このぐらいの緩い感じで、うん、滑ってます。はい、100センチ。100センチです。これやばいね、これ立った感じがもう、ほら見て、未知の領域だね、うん、あ、なんかモーグル選手みたいだ。ん、そうだ。そうでしょう、うん、それでカービング小回りをお願いしようと思います。 OK、 やってみよう。はい、さあどうでしょう。なんか届かん。届いてなかったの。なんかね、うん、ギリギリだったよ。
あ、触れたな触れたなみたいな。なんかでも印象としたら思ったより普通だったの。そうかい。そうだけどあの、うん、いつもより跳ねるのかなと思った。低くする分。いやなんかね、うん、いやもうちょっと下げようか。そうマックス行ってみる。マックスマックス何センチぐらい下がるんだろうな。2、3センチ下がるかな、うん、最短最短ね。今度はしっかりついてきてください。はい、はい、ついた。ちょっとねもう、うん、こう下げてみたポジション。なんかね、うん、100じゃないなっていう感じがした。いやもう見てこれ 手をさこう、うん、下に伸ばしてストックつけちゃうぐらい。そっか90何センチだもんなこれは、うん、じゃあどう検証結果。検証結果俺にはやっぱ110なのか。110の付近が一番いいかな、うん、ストックが短くなれば、うん、ポジションを下げれたりするんだが、だが適切な長さでなければ、はい、リカバリーが難しい。なるほどね。これだわ。これに尽きる。はい。じゃあ20何年かけて選んだストックの長さは合ってたということですね。合ってたのか今はまだ慣れてるのか。そうだな、うん、それ分かんないですけど、うん、撮影。トントン。何持ってんですか。今度は枝、はい、約40センチ。なんか一番うまかった。本当に40がいいかな。それは怒られるな。あのストックを忘れた場合は、うんうん、その辺に落ちてる枝でも、うん、なんとなくストックっぽく使える。ないよりは安定する。ないより安定するんじゃないか。何か掴んでる方が。掴んでたい。掴んでたいね、うん、枝ね、はい、いい滑りでした。本当に、うん、よかったぜ。それでいやいやなんでもない。あのもしね、うん、あのアウトドアで、はい、ラーメンとか食べるときはねこのまま、うん、これ麺もつかめ、うん、チョップスティックですね、うん、それ便利な感じになる。ストックしてから、はい、箸いいね。いいよ。カップラーメンでも食べようか、うん、これで OK。 OK。 じゃあ今日はこんなとこですか。うん、最後に、うん、あれ言ってみよう。何110と、うん、100の間ぐらい、うん、一番いいやつを探る探るね、うん、OK。 じゃあ今から 107.5 で滑ってみようと思います。 OK。 はい、 107.5、はい、これ自分に合ってるかどうか、うん、ちょっと行ってみよう。ちょっと調整したいと思います。 OK。 はい、おなんか合ってるくない。意外となんか滑りやすいかも、うん、しばらく 107.5 点5は別にどっちでもいいけど 107.5 だよ、うん、点5で行ってみたら、うん、意外と、うん、ついてからターン入るまでのリズムが振りやすかったように見える、うん、おー112.5 いけば。12.5いってみよう、うん、5センチアップやね、うん、OK。 112.5、はい、やってみよう。 112.5、うん、どう？ちょっと長いな。あ、そう、うん、110より上はないってことですね。つくのが大変、これは。そう、つき
きたい時につけないの、うん、じゃあ 7.5 だな。 7.5 いいね。もう一回、うん、ラスト 7.5 で、その感覚は確かだったのかを確かめに行く。確かかを確かめる。オッケー。確かか確かめる。なので、うんうん、行ってみよう。 7.5。さあどうだ。動きやすいかもしれないね、やっぱり。じゃあ全日本は 107.5 で行こうか。そうするか。おお。いやちょっと待った、まだ練習しよう。再びの確認が必要ね。そうだから、うん、いつもよりもポジションが、うん、単純 2.5 センチ下がったじゃん、うん、全然違う。ちょっと違うね、違うよね、うん、練習で調整していきたいと思います。はいはい。じゃあ今回は検証したけども、うん、自分も新しい長さが分かってよかったね。本当だね、うん、ただの検証じゃない、もうただの練習になっちゃった。そうだね。だいたいあの差で言うと、うん、あの枝抜きで、うんうん、枝抜きで一番長いのと一番短いので、うん、これ100と130、こんぐらい差がある違うよねやっぱ、うん、130で滑ってる人はいなかったんだけどねあんまり会ったことないけど、120ぐらいだったらいるもんね、うん、けど楽に滑ろうと思ったら長い方がいいかもしれない、はいはいはい、あんまりこう下がらないからね腰が、うんうん、例えば、うん、同じ身長170センチぐらいで、うん、1球目指してますぐらいの感じだったら、うん、やっぱ 107.5 ってわけじゃないもんね。違う、115だね。うん、うん、やっぱ安定感見せたい、うん、っていうのがあるし、身長プラス、ポジションを下げれるかどうかっていう、 そうテクニカルクラウンとかちょっと高速で内計画とスピード見せたいって時は、うん、ちょっと下げてポジションも下げた方がいいと思うんで、はいはいはい、あれだね、やっぱりいろんな長さで滑ってみるっていうのは、うんうん、いいことかもしれない。 OK、 じゃあ今日もありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。あ、ご苦労さん。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。おまけ。もう一回言ってきて。ここからね。